リスボン市電500系電車は、ポルトガルの首都リスボンの路面電車であるリスボン市電に在籍する車両の位置形式。初の超低床電車として1995年から営業運転を開始した。リスボン市電初の超低床電車として、1994年から1995年にかけて製造され、同年11月5日から営業運転を開始した車両。 ドイツのデュワグが発注を獲得し、スペインのバレンシアメトロに導入された車両をもとに開発が行われたが、車両の製造自体は、スペインのカフやポルトガルのソルファムによるライセンス生産によって行われた。カタウンの三車体連接車で、前後車体に設置されている動力台車の部分を除いた車内全体の62%が、 床上高さ 350mm の低床構造となっており、両開きの乗降扉もすべて低床部分に設置されている。それまでリスボン支電で使用されていた車両と異なり、終電装置にはシングルアーム式パンタグラフが初めて採用されているほか、電力が回収可能な回生ブレーキ、シーメンス製の誘導電動機、同社が開発した機器の情報管理システム、 シビズマイナス -16 など新機軸の要素が多数導入された車両である。リスボン市電ではこの500系以外に従来の二軸車の機器を更新した車両が在籍するが2015年の時点で大半の系統はこの二軸車によって運行されており500型が使用されるのは 15E1000 のみに限定されている。また1996年に500系重量の 導入が完了して以降リスボン支電には長期に渡って心臓車両が導入されない状態が続いたが2021年以降 15E 号線の列車本数増加を目的とした新型超低床電車の導入が実施される予定となっている。ありがとうございます。